季節の贈り物をご紹介させていただきます。皆様こんばんは、私がさこでございます。そして本日の MC カメラマンは三次の父徳次です。こんばんは。鏡から。はい、じゃあ本日もよろしくお願いいたします。ではまずはじめにお知らせがございます。ただいま京都の高島屋さんの7階で、20周年記念の早々展という展示をさせていただいております。こちらがいよいよ明日が最終日でございます。3月1日からやっておりましたが、13日が月曜日が最終日です。で、時間がですね、10時から、最終日だけ16時までになってます。こちらご注意くださいませ。ぜひ皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、お知らせですね。早々の全商品が 5% オフでお買い物していただけるショップクーポンコードをこの後すぐにお知らせさせていただきます。そしてライブ配信ですが、ただいまインスタグラム、YouTube、ホームページで同時に配信を行っておりまして、ホームページですとこのような感じで、よいしょ、音消そう、こんな感じでタップすると出てきます。で、商品もこんな感じで右端に出てくるので、押していただくとこうね、ライブ配信を見ながら商品をお買い物していただけるというシステムでございます。ですので皆さんよろしければ YouTube、Instagram でご覧いただいている方はホームページに皆さんぜひぜひあの移動してきてください。お願いします。お願いします。あの、お待ちしております。画質もこちらの方が綺麗ですし、まあ、ホームページで見ながら買い物できるっていうお得なシステムでございますので、ぜひお待ちしてます。そして本日のショップクーポン発表いたします。こちらです。はい、3206でございます。こちらのショップクーポンの使い方なんですけれども、ホームページの方ですと右端に今出ているかと思います。カバンのマークがありまして、そちらをタップしていただくと、ちょっと出ないんですけどショップクーポン入力欄がございますので、ネットショップご利用の方はそちらから、あの、本日の3206とご入力いただけますと全商品が 5% オフでお買い物していただけます。 YouTube ライブをご覧の方は概要欄に、使い方も載せておりますので、ぜひそちらからご覧くださいませ。明日の、3月13日の20時までこちら横でございます。店舗の場合はレジの際にあのスタッフまでお申し付けくださいませ。お願いします。というわけで今日は何をご紹介するかと言いますと、まあ、春になると、まあ、春は別れの季節、出会いと別れの季節ということで、ちょっとこう大切な人に贈り物ということで、この季節におすすめの贈り物をいろいろちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まず一つ目はこちらです。輪っかストール。こちらがあのソースでは結構大人気で、輪っかストール、どこが輪っかなんて感じなんですけど、これあのスヌード状になってるので、こんな感じで、ああ、こうですよね。はい、まあ、もちろんこうそのまま巻くのもよしなんですけど、はい、ここをこうクシュクシュクシュっとするとドーナツ状になるんですね、こんな感じで、はい、それをそのまま頭からスポッてかぶっていただくことができます。で、麺と麻が入ってるのですごくサラッとしていて、最初はちょっとこう海苔がついてるのでこうパリッとしてるんですけど、洗ったり使っていただくとすごくこう風合いが出てきて、かなり柔らかくて使いやすいです。まあ、あの柄もたくさんありますし、でこれ裏と表、裏表っていうんですかね、こう同じ柄なんですけど色がこうこういう感じで配色が変わっているので、こう付け方によっていろいろこうコーディネートの差し色にもなるんじゃないでしょうか。なんかこうイメージとしてはこう学生さんからこう社会人になるお子さんとかにこうね、こうプレゼントとかお父さんこれでくるくるっと巻いていただいていかがでしょうか。結構本当に軽くてあの使いやすいです。本当にあの夏場とか冷房対策とか、それこそこう日よけとか日焼け対策とかにもちょうどいいかと思います。そしてもう一つが、使ってます、とても便利です。 ありがとうございます。あの春の装いであのご予約受け付けてまして、それがあの通常販売が始まってまして、今ネットショップとかでもお求めいただけるようになっております。こちらガマグチ親子です。なんか、まあ、なんとなくですけど春になるとこうなんか財布とか新調したくなるんじゃないでしょうかなんかそうそうでは財布いっぱいご用意してて、特に私これあの私物です、愛用してるんですけど、こちら
川釜口なんですけど、内側にこんな感じで柄が入ってます。これは豆素数ですね、うん、ちょっと今カードが1枚入ってるんですけど、これあの中側にこう小銭を入れられて、これ2個釜口があるので親子釜口って名前がついてるんですけれども、うん、本当に使いやすくて、カードとかお札ここに外側に入れていただいて、内側に小銭を入れて、これナイスポケットですね。ナイスですよね、うん、これあの徳井さんも、ね、愛用されてますね。これはい愛用してます。なんか徳井さんなんかすごい付け方されてますよね。あのはい、紐を長く伸ばして、伸ばして、はい、最近紐外して、あら直使いになって、あ直使いに、はい、あの紐最近つけてないんですけど、ね、あそうですか、はい、あの別売りであの紐も販売してるんですよ、はい、革紐とあと真田紐2種類あるんですけど、徳井さんは、はい、それをあの2つつなげて、つないでます、つないでちょっと長さを出して、そうです、下の方、下の方、下の方っていう使い方もできちゃいます、はい、中の柄変わったんですよ。あ、そうなんですよ、はい、そうです。あれ、徳井さん前のやつですかね、以前の、はい、あら、そうです、そうです、今新しくなってこの素数、これになってます、豆素数、これも可愛いですよね、はい、です。そしてだんだじょえどんどんいきますよ言葉が出なかった。次こちら文具シリーズ、黒曜チャイナ の文具をあのご用意しました、まあ、あの新学期の季節じゃないですか。そうですよ、春になると、ええ、学生さんねちょっと新学期始まるということで、まあ、ノートですとかあとはペンですとかあとそれを入れるペンケースとかもこうなんかガラッと新学期始まるということで変えてもらうのもいいんじゃないかなと思います、うん、なんかめちゃめちゃ可愛いんですよ。このなんかこうポップで可愛いノートを持っているとなんかみんなクラスメートのみんなから声かけられそうじゃないですか。え、何これってこのお花柄って可愛い可愛いってなるんじゃないでしょうか。あの大きさもあの3種類ご用意しておりますので、これ一番大きいサイズです。でもっとこんな感じでちっちゃいサイズのもあるので用途に合わせてぜひお選びいただけたらと思います。そして次がですね、よいしょ、まあ、一緒にピクニックへというテーマでポケトルとポケトル専用のサコッシュご用意しました。こんな感じで例えばこうなんかお花見とかあるじゃないですか、春だとそこに持っていくのにこれからですね、これからの季節ちょっとこうお出かけするのにちょうどいいサイズなんですよ。でまあこれポケトルサコッシュって名前なので一応ポケトルを入れる専用のものにはなってるんですけど、もちろんポケット以外にもたくさん入れられますので、ハンカチとかティッシュとか、まあ、目薬とか財布とか携帯とかいろいろ結構たっぷり入るので、うん、これも使いやすいです、まあ、お子様とかでも持ちやすいので、例えばご家族でちょっとこうお出かけとかに持っていくのもよろしいのではないでしょうか。国用のノートとペンのセットを後輩にプレゼントした。あ、いいですね。あの学生さんだけじゃなくてもちろんその社会人の方でも使うじゃないですか、ペンとかノートとかって。私もあの買いました。結構メモするのとかにね使いやすいので、ぜひどんどん使っていただけたらいいかなと思います。はい、最後です。次、はい、徳井さん昨日は子供と写真を撮っていただきありがとう、昨日はありがとうございます。ありがとうございます。早々店に昨日ね夜にそうお子さん連れてお越しで、はい、経緯のライブ配信を見てられた。あ、で大興奮。はいはい、あの男の子と一緒に。そうそうそう、ああ、あの私ケイのカメラマン機能させていただいてました。いつもありがとうございます。はい、また今後ともよろしくお願いします。で最後がですね、まあ、あのこちらも新生活スタートということで、まあ、お引っ越しとかこう新居とかなんかそういう春になるとそういうイメージもあるので、ちょっとこう新生活に送りたいこうものをちょっとご用意しました。とまずランチョンマット、あこっち、これランチョンマットじゃない、こっちか間違えました。これがランチョンマットです。一応なんか全部素数でちょっと揃えてみました、はい、あの机の上にあの広げるやつですね、あの食卓に並べるやつと、やっぱりこうスリッパ大事じゃないですか、うん、ポップで可愛いスリッパ旅、私もこれずっと愛用します。家でめちゃめちゃ可愛いM と L とサイズもご用意させていただいてます。そして最後が、何マットっていうんですかね、これ。テキスタイルマット。ダーン。めっちゃ大きくないですか、これ。大きいですね。
サイズが2種類あって、こっちはあの大きいサイズ、ちょっと人柄だけなんですけれども、巨大ランチョンマットではございませんあのテキスタイルマットですねでございます。まあ、玄関とかにね敷いていただいてもいいと思いますし、まあ、キッチンとかにもいいんじゃないでしょうか、うん、ちょっとこうなんかお好きなテキスタイルとかでこうねこう統一感出してこう飾っていただくのもよしですし、もう好きな柄でこう埋め尽くしていただくのもよろしいのではないでしょうか。玄関に置い引いてるよ。え、ありがとうございます。嬉しいですね。私もあのキッチンとあの玄関に一つずつ引いてます。結構あの彩りが添えられるのでいいかなと思います。スリッパ犬にボロボロにされました。噛み心地良いらしいですそうですか。確かにソフトやからなんかソフトなんでね、歯がちょっと気持ちいいのかもしれないうちもあの実家で犬飼ってたんですけど、もしかしたらボロボロにされてたかもしれないですね、はいはい、あるあるですね。ワンちゃん飼ってるお家あるあるでな感じです。あのもちろんあのスリッパ旅もあのこちら以外にもたくさん柄種類取り揃えておりますし、まあ、ちょっと今からの季節はあれなんですけど、冬場とかだとあのボアのついたタイプなんかもご用意しているので、結構あったかくあの室内でも履いていただけるものとなっております。ぜひご検討くださいませ。テキスタイルマットのサイズはですね、はい、45cm×75cm です。お、大きい方ですかね、それ。これはね2種類あって、大って書いてる方が多分大きい方だと思うんです。大きくない方ですね。なるほど。これ結構今紹介した、うん、めっちゃ大きいんですよ、これ。はい、身長100ぐらいありますかね、これ。もしかしたら横が、あ、そうですね、これ台は、台のサイズは60×110cm 110cm、 はい、結構広めですね。はい、はい、なのでいろいろこうお部屋のサイズ、お部屋のサイズ広さかとかに合わせてお選びいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあ、なんか春になるとなんか人に何かこうプレゼントとかしたくなりますね。もうすぐしかもホワイトデーですしね、なんかいろいろなんかちょっとした贈り物とかにおすすめの商品もたくさんソーソーでは取り揃えておりますので、ぜひ今日もあのたくさんホワイトデー用にお求めにお越しくださいました。 ありがとうございます。ホワイトデーあさってですかね。そうですよね。あら、もうすぐですね。ぜひ、はい、お待ちしております。はい、というわけで季節の贈り物を本日ご紹介させていただきました。ありがとうございます。ではお知らせでございます。ソーソーではブログを毎日更新しております。そして YouTube のチャンネル登録と、この配信がよろしければグッドボタン、高評価もぜひお願いいたします。チャンネル登録者数1万人まであともう少しとなりましたので、もうちょっと頑張っていきたいと思います。ぜひフォローお待ちしております。あの、チャンネル登録していただくと、あのライブ配信始まるとこうタイムラインにこう何時からライブ配信やりますって告知が出るので、結構分かりやすくて見やすいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、では最後はじゃんけんで締めくくらせていただきます。贈り物、あ、そうか一瞬飛び出しちゃった。どうした？じゃんけんのやり方が飛んでしまいました。とりあえず、いきます。せーの、そうそう贈り物じゃんけんポン。本日はパーです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。明日も15時からの高島屋さんの方で、あのそうそう店のライブ配信15時から行う予定でございますので、お時間合う方いらっしゃいましたらぜひそちらもご覧くださいませ。ほなまた、さいなら。さいなら。